可愛い可愛いみたいな感じで。じゃあ、森江ちゃんです。ヨガを始めたきっかけはありますか？ヨガを始めたきっかけ、何ですか？なんか普通にストレッチしようと思って、そうなんです。それで、あれです、ヨガマットを買ったんです。ああ、ヨガマットを買った。そういうのがきっかけなんですね。そうなんです。結構、ヨガマットか。じゃあなんかヨガを始めて良かったことありますか？初めて良かったことですか、変わったこと、体質とか特に特に特に何だろう、りっちゃんの猫、ありがとう。頑張ったことっていうか目標とか頑張ったこと、ちょっと待って。